皆さんこんにちは。私は長岡市から来ました、越後御瀬歌くずの葉会の須藤玲子と申します。去年も出演させていただいて、そして去年切腹ピストルズさんと出会いまして、それのご縁で、先々週ですか、トヨタの橋の下世界音楽祭というのに出演させていただきました。イエーイ。漢字としたら この漢字 の, この今の祭るの漢字の何十倍という広さで言えばそうなんですけども、でもこのお店のオーナーさんやお集まりの皆様たちの熱い思いは、世界音楽祭とちょっと変わりないと私は思います。イエーイ。ごめんね、いい年してなんかね、あれですが、でも橋の下の世界音楽祭に出演させていただくっていう話が決まったら、皆様若い方がすごい、っていうふうに驚いてくださって、当の本人はそれって何みたいな感じだったんですけれども、行ってとてもびっくりいたしました。電気は自前でソーラーパネルを使って発電しますし、でステージがたくさんあちこちにあるんですけど、そのステージも自分たちで竹を切ってきて、それで組んだステージでそれぞれ歌う場所を作ってるんですね。で皆さんお集まりの方たちもその後片付けとかそういうことをきちんとやっておられまして、で1日2日かけて全部そのステージとかみんな取り壊して、そしてそれを焼いて、で元の姿に戻すまでが世界音楽祭だっていうことで、本当に主催者やボランティアのスタッフの皆さんには大変お世話になってまいりました。でそこで御瀬歌の御瀬漫才を聞いていただいたんですが、その御瀬漫才は三河漫才と言って前から言っておりまして、それを私たちは通称御瀬漫才っていうんですが、それのルーツでもある三河で演奏させていただいたことは私にとってはとっても印象深いことでした。今日はですね、御瀬歌の中で、最初に聴いていただきます、立ち歌じゃない、ごめん、立ち歌は最後すいません、ちょっと上がってるなんだっけ、門付け歌を聴いていただきます。門付け歌は御瀬さんが3人4人と連なって村にから村へと旅をいたします。で、ある村に到着いたしますと、お家の玄関先でちょこっと足を曲げて立った姿で少しお金歌を歌いまして、それでそこでちょっとお金をいただいたりお米をいただいたり、でそれが生業となっていました。その時の門付け歌を聴いてください。では相方は、どうぞ。湯沢町から来ました原幸恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
さんが2人あそこで立って待ってます。あの実はですね、最近こうやってあのゴゼ歌に興味を持ってくださってやってみたいっていう若いお母さん方と、それとあのお子さんがちょっとだけやってみたいっていうのを、なんかお母さんが一緒になって、一緒に練習してるのを見て、そして耳から覚えて本当にあの歌えるようになりましたので、今日はそういうお披露目ということで、皆様温かい拍手をお願いしますね。では、お隣のどうぞ、あの相方、はい、後藤直子と申します。長岡から来ました。よろしくお願いします。イエイ。はい、次はどうぞ、もこちゃんからお名前言ってください。お名前はもっこです。赤藤もっこです。イエイ。はい、では次聞いていただくのは御勢歌、御勢漫才といいまして、先ほどもお話ししましたが、三河漫才っていう今の漫才のルーツでもあるあの漫才の元歌をいろいろに御勢さんが変えまして歌い継いできています。で、あの柱の一本一本をに神様の名前を呼び込みまして、こちらのお集まりの皆様やこのお家の皆様に、長寿、幸福、商売繁盛、もろもろ、お祝いするというおめでたい歌です、まあ、そういう風になりますよという予祝の意味もあると言われておりまして、今日は皆様のお集まりの皆様に大変たくさん の幸福が来ますように願いを込めて 1,2,3,4,5 人で歌います。よろしくお願いいたします。いいですか、斉藤さん、ご斉藤さん、いい、もう一回やります。3日に通りに行ったれば、見
もせぬこと言うてくるなとそうこいた。4日に通りに行ったれば用事もないのになぜまた来たやとそうこいた。5日に通りに行ったればいつ俺か借りたとそうこいた。6日に通りに行ったれば無理を言うなとそうこいた。7日に通りに行ったれば何でもないのになぜまた来たやとそうこいた。8日に通りに行ったればやくし如来の命日で今日はやれぬとそうこいた。9日に通りに行ったればここではやれぬとそうこいた。10日に通りに行ったればとんでもないこと言うてくるなとそうこいた。才蔵なんざあんまり玉がてつんつらずっとつんぬけたと言うたがさあさあこれから太夫さんの番だ。ああ才蔵よーしたよーした才蔵拍手。めでたいところのご漫才。
皆さん拍手を上げてください。どうもありがとうね。よかったね。上手だったでしょ。よかった。なんていうの、少し練習したら皆さんの前で歌ってみるっていうのがすごいお勉強になると思いますので、間違っても、まあ、私も含めて間違ってもつっかえても皆様の歌でところで前で歌うっていうことが一番大きな練習になると思いまして、皆様ありがとうございました。拍手をありがとう。どうもありがとう。のこちゃん、はなちゃん、ありがとうね。イエーイ。ではあの次はダンモノを聴いていただきます。ちょっと地味にあの物語を語っていくものですから、あのちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、今日はクズの葉お別れを聴いていただきたいと思います。ちょっと仕掛けがあってね、ちょっと待ってね。ここで脱ぐわけじゃないんですけど、すいません。これね、あのここにあのここに白狐がついております。あの白狐と侍さんの間に生まれた道治丸というあの子供がいるんですが、その子があのゆくゆくはあの陰陽師の安倍の生命になるという物語があるんですね。でそこでですね、この一番のあの聞かせどころを今日はちょっとやらせていただこうと思います。すいません。で、あのクズの葉、あ、安倍の生命さんっていう、安倍の生命じゃない、安倍の生命のお父さんが狐の白狐と出会いまして、狐狩りのところを助けてあげるんですね。そうすると狐さんが安倍のさんのあの言い名付けであるクズの葉姫さんに化けまして、それで看病するんです。でそうやって仲良くしている間に道治丸という子供さんが生まれます。でその後しばらくすると、あの本当のクズの葉姫様がおいでになるということで、それではもうここにはいられないと、また元の篠田が森へと帰って、自分は狐に戻って帰ろうという子供さんを置いて、お母さんは山の方に帰るという寂しいかわいそうな物語です。そういう親子の情といいますかね、そういうのが昔からの、語られてきまして、で聞いてる皆様の涙を誘ったそうです。だけどこれ私のあれで涙が誘えるかどうかはちょっとわからないのですけど、ではその途中からなんですけども、畜生といえどもわし神は人間よりも100倍も名残惜しくは思えども、行かねばならない今日の日に、たとえ篠田へ行くとてもあとに一筆残さんと、っていうところで始まらせていただきます。そうするとね、今度一筆残すっていうのは道治丸さんに遺言みたいなものを残すんですね。その和歌が大変有名でありまして、知っておられるかもしれませんが、ちょっと和歌を読ませていただきます。恋しくば尋ねみて来てみよ泉なる篠田が森の恨みクズの葉っていうのを、子供を道治丸を抱えながら筆を噛んで、そして障子戸にこうやって書くんですね。そのシーンがとっても皆様に好評だったそうで、ここが一番の聞かせどころだそうです。そこを今日はちょっとだけ聞いていただきたいと思います。
なきままに古き文句にそらえど変化にくずの箱は彼をあらあら読み上げたくまつる畜生といえどもわし神は人間よりも百倍も名残惜しくは思えども行かねばならない今日の日にたとえ篠田へ行くとても後に一筆残さんと落ちる涙は硯水いかなる親子の知恵の薄墨を筆に含みてくずの葉は老子をすっと寝せのかし足つまだてて背伸ばし精進に残せし書き置きは美味しくばとはちらしがきゆんでにとりて訪ねきてみよいずみなる吐くより同時は目を覚まし親子のということを失う知らすか泣き出す葛の葉それを見るよりも持ちたる筆を投げ捨てて思わず同時を抱き上げ母はどこへも行かんぞと乳房を含めてくずの葉はああ大変です、線が切れました。いつもあるよね、アクシデントがね。ほんとこの頃ね、やるとなんかコマが飛んでったりなんかするんだよね。あ、今いいとこでしたのにすみません。じゃあちょこっとだけ。落ちたる筆を取り上げて口に加えて口なき篠田が森の裏にくずの葉と書き記してはどっと不思議変
ちにもかけがえない、たんだ一人のこの同時生きた心じゃないわいの、はい、ここまでです。